ウラジーミル・ビストロフは、ロシアの元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2001年、FC ゼニとサンクトペテルブルクで、プロデビュー。A 代表デビューは、2004年3月31日の、ブルガリア戦だが、1ヶ月前の2月11日に行われた、日本 U-23 代表戦のメンバーに、選出され、スタメンとして出場している。ただし、 この試合は国際 A マッチの試合ではないため記録としては残っていない。若干20歳ながらユーロ2004のエントリーメンバーに選出されている。2005年、ウラスティミル・ペトルジェラ監督との確執により FC スパルタクモスクワへ移籍し、スパルタクで4年間プレーした。2009年8月27日、フルス・ゼニトへの復帰を果たした。 背番号は当時と同じ34で、契約期間は2014年6月30日までの4年、10ヶ月。2010年シーズンは FC ディナモモスクワ戦や FC、ロコモティフモスクワ戦など重要な試合で得点するなど、リーグ戦25試合に出場して、チーム内得点ランキング3位の6得点を挙げた。2011年3月1日のロシアカップ、A、FC、 アンジマから戦で、左膝十字人体を負傷して、長期離脱した。2014年1月27日、FC アンジマからにレンタル移籍。2014年6月9日、FC クラスのダールに移籍。2017年8月8日、FK トスの2遺ありがとうございます。